皆さんこんにちは。こんにちは。そんなわけで進撃の巨人コラボガチャでございます。この3人といえば、この3人といえばもうガチャ、だいたい私が何回か引いてリオネルが1回だけ引いていいやつを出すやつ結構個人的には誰が出ても嬉しいんだけれども、目玉は誰でございますか今回は。エレン、ミカサ、兵長ですね。兵長ね、うん、エレン、ミカサ、兵長がリヴァイでしょ。リヴァイでしょ。リヴァイ、はい。あ、リヴァイじゃなくてリヴァイ。え、リヴァイ、リヴァイ、あ、リヴァイなの。私リヴァイだと思ってたリヴァイ、リヴァイ、ずっとリヴァイって呼んでたまあ、問答無用でいきましょうか。私、前回あのアイルコラボガチャで欲しかったバギー猫をこう2回目で早々に手に入れるという。結構ですね、銀枠も優秀ですよ。あ、そうだ、アルミン、アルミンがバギーみたいな感じで6ターンで使えて4ターンダメージ軽減、めちゃめちゃええやんの木ですね。アルミンええやん。アルミンフェニックスライダーみたいな感じですか。あ、そうですね、そうですね。アルミン超ええやん。そんなんえ、進化したら副属性はつくの。ついてる。水です。しかも黄水、黄水というパズラ界におけるこの貴重な枠。え、しかもアルミン覚醒スキル 2way 操作時間延長スキルブーストやん。はい、アルミンでいいじゃん。アルミンステータス高いやん全体的に。はい、皆さん当たりはアルミンですやばい、また銀を狙いにすげえ気持ち悪いね、ちょっとこれだって裸でしょ、だって気持ち悪いよこれしかも、いや、そうね、あのいつもふっくらしたあのガチャドラなのにこれムキムキっすからね筋肉質、ね、しかもあそこが穴開くのかって思うとちょっと脂肪がない、穴開いちゃうの。あそこ開いちゃうよ、開けるよ、パカーン、ガオー。おっ、え、嘘、うん、エレン、エレン、あ、当たり、すげえ、お、え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 、嘘、うん、え、え、え、過去村井さんがこんな引きを見せたことがあるだろうか。あのねFF の時のセフィロス。あ、そうだ。え、マジ、コスケがずっと引けないって言ってる後ろで引いたあの私ですね、エレンのリーダースキルが、はい、これ究極進化までするじゃないですか。HP80% 以上で4倍だよね、攻撃とマシン。はい、あ、体力タイプですね。体力とマシンか。あ、攻撃、あれ攻撃とマシンか。待ってくださいね、究極をちょっと今我々手元で見ますよ、手元 で、ね、そうです。え、エレンやばいやん。あ、ほんとだ、HP80% 以上で攻撃と体力に変わるんだね、究極することで、はい、マシンタイプがなくなりますね、あの立体起動装置外しちゃうんで。確かに確かに、巨人化するからな、はい、リアスキルの、これ壮大なるネタバレじゃない。確かに確かにあ、そんなことないか、早々からこうなってるか。この HP80% 以上で攻撃と体力、攻撃力4倍で、この列強化2つ、これ私地味になんか、はい、いや、ゴンレベルじゃない？あ、ゴンです、ゴンです。だよね。しかもこれドロップ消した時に回復10倍なんですけど、回復に、あのプラス振ると、大体4000ぐらい回復する。毎ターン。はい。でリーダーと振り合わせて8000ぐらい回復します。え、めっちゃ強いやん。まあゴンは50倍以下でも倍率発動するんですけど、まあその時は無理だけどね。はい、うん。やっべ。あれなんか。なんか気持ちが楽になっちゃった。まあでも銀がね、当たりなんでね。アルミンもちょうだい。これアルミンだったら私終わってもいい、ここで。あ、サシャ、サシャ、芋を食うかい。芋食ってますね。サシャは深しい芋食ってますね。半分どうぞ。6ターンの間体力タイプの攻撃力がほんの少し上昇。これもね、強いっすよ。これ最短は8ターンか。まあバードランに近いといえば近いが、うん、1.2 倍だよね。体力タイプなんでこれゴンパですよ、ゴンパ。ゴンパに入るの。ゴンパにあの火力を持ってさらに上がるっていう6ターン。さらに必要そう、さらに必要かどうかはまたある、あなた次第。まあ、ただヘイストですからね。素晴らしいな。え、進撃いいじゃん、私ちょっと相性いいんじゃない。いいよ、いっちゃうよ。アルミンがせい、あ、ジン、あ、あ、お、おー、クリスタ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 レンズ。
クリスタルレンズもね、今までにないスキルです。どんなえ、何あれ。チームの総回復力の5倍。あ、普通に1万とか余裕で回復するやん。余裕で回復します。しかも軽減。お、最短は7。大丈夫大丈夫あ大丈夫。リーダースキル、先に水を飲まないとどういうこと、どういうことだってばよ。え、私、何これ、今日、え、クリスタルレンズ優秀じゃない？これもね、結構回復タイプで、なんか変わったスキルなんで、どっかで使えるかなって思ってるんですけど、私、アマテラスを覚醒させて、その感知の光がなくなってしまった昨今、余裕で1万以上、7ターンとかでパーンって回復できるとか、相当レベル高くない？さあ、ちなみにクリスタルレンズ、光。はい、回復タイプですね。覚醒が自動回復とスキルブーストと2ウェイ回復力665、たっけ。 すげえ。ちょ、アルミン欲しいんだよ、私最後だよアルミン狙いか。アルミン、いやでもエレン出た時点でも、ね、勝ちだけどな。アルミン、ジャン、ジャンか。ジャンはどんな感じ今、何をするべきか。こいつずっと悩んでるよねそうっすね、ちょっとメンヘラ系男子ですね。ずっとこんなんだよね。そうっす、ジャンはね、なんか面白いスキルだね、みんな。そう、いや、僕ね、これジャンが、アルミンもいいんですけど、ジャンもね、おー、水ダメージを無効化。これ最短11なんですけど、へー、多分、ね、多分どっかで使えます。これはね、どっかで使えると思う、だね。じゃんじゃん副属性が進化すると火で闇に、そうですね、なります。火の泥鏡をスキルブースト2ウェイ覚醒。てかステータスがさ、全体的にレベル最大値高いね、みんな高いですね。じゃあもうマシン、バランスタイプなのに HP が3000くらいいきそうですね。ね、2900、相当高い。なんかすごいな、どいつもこいつも。じゃんじゃん、教えてあげないよ、じゃん。この機会にもう一回だけやってもいいでしょうかそうですね、まあある意味ちょっとねの1回でございます。じゃん、あ、じゃじゃねえよアルミンドン、さあ、ギム、さあ、あ、え、でも全部かぶって、名前なんだっけ、ハンジ、ハンジ実験していいよね3ターン前で敵の防御力をかなり減少を、え、テイスト、あ、敵の防御力か、8ターン、ハンジ闇気、あ、闇気、あ、スキルブースト、操作時間延長、2ウェイ、これまた無駄のない覚醒スキル、ね、バランスタイプの攻撃力が3倍、はあ、リーダースキルね、進化後ですよ。ハンジー、私の銀結構多いの、銀はあと2、あと2つですね。銀はあと2つ、おい、アルミン出ろやあと2つですね。だったらアルミン出ろや。あー、なるほど。銀がアルミン、ジャン、サシャ、クリスタレンズ、ハンジ、エルヴィン。エルヴィン偉いのに、エルヴィンは銀なんだね。そうですね、リヴァイより偉いのに、リヴァイ、ね、金がエレン、ミカサ、リヴァイ。はい、あ、違う、あ、リヴァイ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 、あれなんですね。いや、なんなの、なんなの、言ってよ、言ってよ、言ってよ。みんなね、エレン・イエーガーとか、ほうほう、ミカサ・ガーマンとかついてるけど、リヴァイだけ、名前がリヴァイ、リヴァイだけ、リヴァイですっていうことで、ネタバレになってしまうっていう
リヴァイはどうなの？あ、リヴァイあれですね、スキルが2つ、スキルカイトみたいなスキルですね。ジン、はい、ジンのヘイスト一旦で、リーダースキルが攻撃タイプのマシンタイプのあのベジット版って感じです。おー、究極すると、究極すると確か回復も上がった気がしますね。あ、まさにベジット。4属性以上、究極リヴァイ、4属性以上同時攻撃で4倍攻撃とマシンの攻撃と回復力が上昇、うん、でスキルブーストがさらに1個追加だ。そうですね、うん、2ウェイ2個とスキルブーストが2つ、そして操作時間延長が1つ、うん、リヴァイ強いね。強いっすよ。まあ私はもうイエーガーを手に入れたんでもう満足度としては十分高いんですけど、今スエーガーみたいなアルミン欲しいな。いや、アルミン木水なんでね。木水でアルミンちょっとやばくないか。覚醒スキル無駄がないぞ、ステータスも高いぞ。棒で、ね、いいな。ちょっとアルミンがかなり欲しくなっちゃった。あ、出た、あ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 、始まった出た出た始まった始まった始まった出た出た、セクサギサ1回引き、1回引き、あらー、かいえ、うわー絶対、え、なんなの。いや、うわー、やばー、エレンだー、嘘だろー、嘘だろ ー, だろ ー, ー, ーもう、なんで出るんだお前ガチャ運良すぎるだろ。この流れ絶対俺出ない。え、なんでリオナリ、リオナリは、リオナリのガチャ運おかしくない。よっしゃ、え、良すぎじゃない？いや、もうさ、嫌なんだけど、この後で。いや、絶対無理でしょ。いや、絶対出ないでしょ。さーしゃ、さーしゃ、さーしゃ。ハンジです。もう何もあれだし、もうこれ。何引いても無理だし、これ。はい、進撃の個人コラボガチャ、皆さん楽しんでください。はい、私はアルミンが、ちょっと贅沢ですけれども、ね、アルミンが欲しいですね。2週間ありますんで、はい、引き続きよろしくお願いします、はい、さよなら。皆様ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったという方はぜひとも高評価を、またまだチャンネル登録がお済みではない方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今流れている映像、これは私たちが取り組んでいる映画の予告動画の撮影風景です。この映画は完成後このチャンネルで公開いたします。現在この映画は皆様から支援金を募っています。興味を持っていただける方はぜひ概要欄のリンクから飛べるクラウドファンディングのページをご覧ください。支援いただいた金額は全て映画の制作に充てさせていただきます。また金銭的な支援はできないけど映画は見たいとか応援したいという方はぜひ映画の予告編の動画に高評価をよろしくお願いいたします。支えになります。無謀な挑戦であることは十分理解しています。ですが私たちはやりきります。それでは最後に予告編をどうぞ。ニューヨークがやられてる。大変だ、シンガポールが。何が起こったんだ。これは凶悪なコンピューターウイルスの仕業です。何だと。やばい、地球全体に広がっていくぞ。映画みたいにヒーローが助けてくんねえかな。主演マックス・ムライ、人工知能にはインストール完了、マミルト、マックス頑張って、歌う生徒会長スプリング・マオ、そして野郎ども、おーに任せろ、全力で悪に立ち向かい地球を救え。マックス・ザ・ムービー、赤いサイバーロード。